多分風さん YouTube で発信しているものです。魚や一郎さんのことチャンネルで発信してもいい、発信していっても良いですか。はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、まあ、藤井風さんも好きなんですけど、もう一人サカナクションの山口一郎さんも推してるんですね僕で、その一郎さんからですね、このチャンネルに向けてちょっとメッセージというかコメントをいただけましたので、ちょっとその話をしていきたいなというふうに思っております。このチャンネルでは、藤井風さんや、サカナクションを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでもですね気に入ってくださいました、興味があるという方はですね、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、ちょっとツイッターとかでお話しさせていただいたのでご存知の方も多いかもしれないんですけども、多分風チャンネルをですね、サカナクションのね山口一郎さんに認知してもらったというかさせたというかっていうところでですね、少しお話をしていきたいなというふうに思っております。で、1個前の動画でたまたまなんですけど、藤井風さんの名前が、山口一郎さんの、インスタライブで出てきたよっていうお話をした当日かなに、一郎さん自身がですね生配信をやられてて、で、まあ、ちょっと話前後しちゃうんですけど、一郎さんがちょっと去年ね2022年、体調が悪くなってしまってですね、ライブ活動ライブをね、6月ぐらいからかな、やる予定だったんですけど、それが全部延期の最後中止になってしまって、で、まあ、ツアーの日程は全部まっさらになってしまったわけですよ。で、まあ、体調の、を整えるのに専念するということで、活動休止みたいな状態になってたんですけど、その後ですね、11月16日2022年のですねに、いい一郎の日にですね、サカナクションとしての活動というよりは、まあ、サカナクション山口一郎としての個人の活動を SNS を中心に、再開したっていう状況で、まだ、今年ね入って2023年に入ってから楽曲作りもしていくっていうお話はされてたんですけど、ちょっと今の段階では SNS とかを中心に活動してるっていう状況なんですけど、でその中で一郎さんって、まあ、もちろんサカナクションのアカウントありますよね。サカナクションのアカウントと、あと、まあ、山口一郎っていうアカウントがあるんですよ、インスタに。でそれプラス、まあ、YouTube にもアカウントがあって、サカナクションと、あと以前番組で使ってたアカウントと、山口一郎個人の、YouTube チャンネル3つあるんですね。でそのうちの一番ちっちゃいというか最近できた、山口一郎チャンネルでですね、なんと一郎さんが僕の、風さんの名前が一郎さんがを言ってたよ、一郎さんが風さんの名前を言ってたよっていう動画を出した日に、そのチャンネルでですね生配信をされておりまして、で僕はね風さんも好きなんですよ、風さんも好きなんですけど、一郎さんサカナクションのことが大好きでですね、まあ例えばちょっとね今大阪にグッズがたくさんあるのであんまいないんですけど、これは去年サカナクション15周年のね、ライブを収録した DVD であったりだとか、あとは、一郎さんがですね詩集というか、を出しました。言葉僕自身の訓練のためのノート、山口一郎って書いてる、これちょっとねプレミア版というか高いやつなんですよね、6000円ぐらいしたかな。でこれが3月に出るんですけど、まあそれのちょっとこう総合いい版を買いました。まだちょっと発売になってないはずです。なので、まあ、3月一般発売が始まったら皆さんも買ってほしいんですけど、僕ももう一冊買う予定なんですけど、まあ、それぐらいサカナクションのことが好きで、で一郎さんの配信を見てたら、なんかいわゆる YouTuber みたいなことをやっててですね投げ銭スーパーチャットの質問に答える流れがあったんですね。僕ちょっと最初から見てないんで、なんかどんな流れでそうなったか分かんないんですけど、いやこれは
あのちょっと投げたらお金投げたら答えてくれるんじゃないかっていうところで、まあ、ずっと僕自身あのまあ一郎さんのファンとして聞きたかったこともたくさんあるんですけど、やっぱりこのチャンネルをもうちょっとこう今は最近はやっぱり藤井風さん中心にお話をしていってるんですけど、あのサカナクションのお話もしていきたいなと思ってる矢先に、まあチャンネルの人として、この多分風チャンネルの人として、まあ多分風ってあの皆さんあの半々ぐらいで知らない人もいると思うんですけど、あのサカナクションのシングルの名前なんですね。でまあ当初このあの山口一郎さんとかサカナクションも好きだし、風さんのこともやっていきたいなっていうことで、サカナクションのシングルに風さんの名前が風っていうのが入ってる多分風っていう名前を付けさせていただいたんですけど、なんかサカナクションの発信していっていいのかなっていう気持ちがちょっとモヤモヤしててですね、一郎さんにあのスーパーチャットしました。YouTube ちょっと文字制限があったので、あの一言一句こうなんかもっと伝えたいことあったんですけど、あのコンパクトにね、YouTube で発信しているものです。魚や、まあ、サカナクションって書きたかったんですけど字数が足らなくてですね、魚や一郎さんのことをチャンネルで発信していっても良いですかっていうのをね、あのこれ50文字だと思うんですけど、ちょうどね50文字しかあの入力制限があって入れられなくて、それを投げたんですよ。そしたらまさかの一郎さんからあの返事というかをいただきまして、それがこちらです。ドドン。多分風さん、 YouTube で発信しているものです。魚や一郎さんのことチャンネルで発信してもいい、発信していっても良いですか。いいです、どんどんやってください。もう好き勝手切り抜いてください。はい、というわけでなんかもう食い気味にあのあもう全然切り抜きとかしちゃっていいんでみたいな話をしてくださいました。まあちょっとどこまであの切り抜くかどうかっていうのはあの置いといてですね、あのまあ半ば僕から強引にあの承認されに行った感じはありますけども、まあ一郎さんがあの公認というか OK してくれたチャンネルというかあのになりますので、なんかもうちょっとこうあの2023年はサカナクションのことやるぞと思ってたんですけど、よりねあの一郎さんに OK いただいたので、まあ映像とか音楽をあのサカナクションの映像とか音楽を使うっていうのはちょっとおこがましいんですけど、なるべくこう、まあ、サカナクションのツアーがあったりとかライブがあったりとかしたらですね、あの感想とかそのお話とか、まあ、映像使っていいよってことだったので、まあ、著作権とかにあの、まあ、グレーなゾーンではあると思うんですけど、まあ、ちょっとこう紹介とかっていうのはしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひそこの多分藤井風さんのファンの方が多いと思うので、あのあなたたちをですね、僕は風民も兼任していいので、魚民、サカナクションのファンのことを魚民って呼んでるんですけど、魚民に、まあ、兼任させに僕はあの行く使命をもらったと思ってですね、何かこうサカナクションの良さも伝えていけるチャンネルになっていけばいいなというふうに思っております。でですね、本当に一郎さんあのご回答ありがとうございました。なんかもうね、たくさんの人がスーパーチャットしてて本当に読んでもらえるのかなっていう心配はあったんですけど、本当に OK していただいて、なんかとても嬉しい気持ちです。本当に気分が上がりました、最近で一番。なのでこれからあのこのチャンネルで一郎さんの良さとかサカナクションの良さ伝えていけたらなと思いますので、っていうのを、まあ、一郎さん見てないでしょうけど言っておきます。はいというわけでちょっとあの藤井風さんのことばっかやってて、風さん あのツアー中で申し訳ないんですけど、まあちょくちょくサカナクションも入れて、あこんなバンドがいるんだなっていうのもあの皆さん知っていただいて、皆さんもファンになってもらったら僕は嬉しいなって思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にあの本当は本当に嬉しいです。はいはい、ただそれだけです。なんか僕いつも生配信とかを YouTube で配信者側としてやらせていただいてですね、あのコメントを読んでもらえる感動みたいなのを少し忘れておったなと思います。で、あこんなにコメント読んでもらえるのって嬉しいんだっていう、なんか、まあ、僕にとっての一郎さん
より皆さんにとっての僕っていうのは全然大したことないと思うんですけど、もう全然だと思うんですけど、まあ、読んでもらえる嬉しさみたいなのはちょっと実感したので、まあ、今までも一つ一つのコメント大切にしてたし、してたんですよし、まあ、ちょっと最近見てくださる方が多くなって全部コメント読めないっていうのは本当に申し訳ないんですけど、これからはもうなんかちゃんとね、こうちゃんとって言ったら今までちゃんとやってなかったのかってなるんですけど、今まで以上に生配信でも力を入れ、生配信にも力を入れて頑張りたいなと思っておる次第でございますので、まあちょっと、まあ、風さん関連でいくと来週くらいに埼玉があると思いますので、ちょっとそこのロケというか、あ、こんな感じですみたいなのは行ってみようかなと思っておりますので、ぜひそちらとかも楽しみにしておいてください。はい、というわけで今日はですね、風さんの話ではなくてサカナクション山口一郎さんの話を、してみましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、サカナクションファンの方以外も見ていると思いますので、もし何かこうサカナクションで気になることとか、ファンとしてね、答えれることあればですね、ぜひ聞いてもらえればなっていうふうに思っておりますので、最後までご視聴ありがとうございました。引き続き、サカナクションの動画とか、風さんの動画とか出していきますので、ぜひ良いなと、これからも見たいなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンだけお忘れなくよろしくお願いいたします。それでは、次の動画ないしは生配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。